八尾ってのはどこにいる？我ら一族をなめるな。お前らのような輩に何も教える気はない。水月、もういいで。サスケの現実だ。雷峡にて修行をされても、もち左の頬に牛が。まったく、さらに便利になっているね、あの目。もう、さらにかっこよくなってんじゃんよ、サスケ。もう昼が。こんちくしょう、バカ野郎、この野郎。あんたが八尾の人中力か？いや、八尾様ですか、だろ。水月は右、十五は左、ピンは俺の後ろにつけ。話の最中。人中力は殺したらダメだって。あ、ったく、派手な陽動だぜ、こいつ。突っ込んでいいのは俺だけだ。突っ込んでろ、バカ野郎。俺は覗きで、お前は元気。見ているてめえら脳天気。はい、始めちまって恥かくぜ。恥けるお前らに。あ、いや、なんだこいつ。こんなわけのわかんねえやつに、あの十五が。大丈夫か？ふざけやがって、ほんとこいつ。お前ら何様、何故俺様捕まえる。一刻も早く力を手に入れるためだ。嫌なら去れ。あの時の口約束が本当か嘘か、どちらにしろあいつら暁を利用するのは俺たちだ。かっけえ、サスケ。そのつもりだ。さっさとその耳障りなダジャレ野郎黙らせてしまおうよ。そのつもりだ。あ、おい、なんかマジムカつくな。今は気分がいいぜ。最高のライムがかけた。Thank you。 気をつけて、サスケ。こいつか。俺様のフック、感じさせてやるぜ。のように刺す。サスケ！そしてこれでとどめ刺す。かっ！サスケ！ほら、サスケ、さっさとうちに噛みつけ。ほら、早く。を体に流して攻撃の軌道をずらしたか。致命傷は避けたようだな。助かったぞ。か、それで死なない程度に倒せるはずだよ。ひどい。
弱いくせにめんどくせえ。遊びは終わり、帰った水悪い。いや、あそこだ。感知タイプでもあるのか、あの八本目だ。うぃー、先にお前らバルバル。奴のチャクラを感じ取って行動を先読みしろ。それで間に合うならな。やない。ラリアット。サスケ。彼は僕の生まれ変わりのような存在だ。カリン、いい、俺がやる。今のできたサスケの体ならできるはずだ。現実を解くには己のチャクラを乱して目を覚ましてくれる相棒。幻滅、そしてお前ら壊滅。人中力である俺様の本当の姿。チビでチビでおうチビども、敵を刺すテキサスロングホーン。フリーよかった、サスケ。気づいたか？ほら、さっさと起きろ。よし、ジュゴ、ほら、早く二人とも逃げるぜ。乗りを得たな。ここは僕がやる。ここないぞ。どうすんだよ。ほら、サスケ。俺は死なせない。君マロの形見だからな。来るぞ。たちも巻き添えを食う前にここを一旦離れる。待て、ジュゴ。ダメだ。これは、消せた。あのアマテラスの黒煙を。かろうじて生きているようだ。これで8秒殺さずに済んだ。さっさと連れて行くぞ。ウチハのカモン。ウチハ。俺たちは出しゃばるよりすぐに雷影様に報告した方が賢明だ。体に来ているようだな。オロチマルの受印もなくなった挙句、イタチ戦での傷も癒えていなかったからな。ここまで追い、だがこれで